お姉ちゃん、今どこ？まだ家族会議終わってないよ。勝手に消えないでよね。もう見えて話すことなんてない。あんな家族会議もう耐えきれないの。私帰るから。大事な家族会議なんだよ。今すぐ帰ってきた。何が大事な家族会議よ。妹が姉の婚約者を奪ったのよ。そんな話もう聞きたくないの。もうお姉ちゃん、わがまま言わないでよ。婚約者のゆうとさんを奪ったことはさっき謝ったじゃん。謝って済む問題じゃないでしょ。よく姉の婚約者を奪えるわね。本当に信じらんない。だって一目惚れだったんだもん。これから私とゆうとさんの出会いと付き合うまでのラブストーリーを家族みんなに話すところだったのに。お姉ちゃんに一番聞いてもらいたい話なんだよ。一番聞きたくない話なんだけど。そんなこと言わないで。きっと話を聞けば私たちのことを応援したくなるはずだから。あ？お姉ちゃんの婚約者だって紹介された時に一目惚れした私、そして彼女の妹である私を見て一目惚れしたゆうとさん、二人は禁断の関係に悩みながらも愛を諦めることができなかったの。ただの浮気だよね。っていうか事前にゆうとから聞いてるから。あんたからゆうとを浮気に誘ったんでしょ。あれ、ゆうとさん教えちゃったの？もう二人だけの秘密って言ったのに。もうミユには付き合いきれない。小さい頃からこうだったよね。私のおもちゃ、服、片思いの先輩、全部私から横取りしてきたよね。まさか大人になって婚約者まで取られると思わなかったわ。だってお姉ちゃんが選ぶものとか人って外れがないんだもん。だからお姉ちゃんのものをもらうのが近道だって私気づいてたんだよね。おかげでゆうとさんも大正解。大企業に勤めててイケメンで優しくて全部が最高。私結婚相手はお姉ちゃんの婚約者を譲ってもらおうってずっと決めてたんだよね。今までは我慢してきたけどもう限界。あんたとは縁を切るから。たった一人の妹と縁を切るの？こんなに可愛い妹なのに。見た目は可愛くても中身は最悪ね。もうミユの顔も見たくない。そんなこと言わないでよ。お母さんたちも言ってたでしょ、姉妹仲良くって。こんな状況でもミユの味方ばかりするお母さんたちも大嫌い。ミユともお母さんたちとも私は二度と会うつもりないから。家族だからって許さないから。ミユとユートには婚約破棄の慰謝料請求もするからね。ひどい。家族のこと訴えるの？もう家族とも思いたくない。っていうか慰謝料とか無理だし、私たちこれから結婚式が控えてるんだよ。あ、お姉ちゃんに払うお金があったら結婚式費用に回すし。だからごめんね。払いたい気持ちはあるけど払えないんだ。あんたたち結婚式までするの？当たり前じゃん。私小さい頃からウェディングドレスに憧れてたんだよね。とびっきり可愛いドレス着るんだ。よく結婚式なんてあげられるね。姉から奪った結婚なんて誰が祝福すると思ってるの？そんなのお姉ちゃんが黙ってれば誰にもわからないよ。だから私がゆうとさんを奪ったことはここだけの秘密ね。あっそう、もうみゆたちとも縁を切るしどうでもいいや。結婚式を出るつもりないから招待状送ってこないでね。それは困るんだけど。あ、結婚式はお姉ちゃんも出席するのが当たり前でしょ。欠席とかって絶対許さないんだから。はあ、なんで私が略奪犯の妹と婚約者の結婚式に出ないといけないわけ？結婚式は私の夢を叶える場なの。大きな式で家族親戚全員と友達や会社の人に祝われながら可愛いドレスを着て誓いのキスをするの。そんなくだらない夢に私を巻き込むのはやめて。くだらなくないよ。可愛い妹の結婚式なんだよ。出席くらいいいじゃん。私の婚約者を奪っておいてよくそんなこと言えるね。ゆう
トさんはお姉ちゃんの旦那さんになれなかったけど、代わりに義理の弟になるんだよ。結果的に家族になるのは変わらないんだし、別にいいじゃん。はぁ、ところでさ、来月暇な日ある？早速ウェディングドレス見に行きたいの。え？お姉ちゃん、家族会議の途中で帰っちゃうんだもん。今お母さんとね、家族で行きたいねって話してたの。行くわけないよね。自分がどんなにひどいことを私にしたか分かってる？もうお姉ちゃんしつこい。ゆうとさんをバッタのはごめんって謝ったじゃん。謝ったんだから切り替えてこ。うちの家君は喧嘩両成敗でしょ。私1ミリも悪くないのに喧嘩両成敗なの？婚約者を奪われるようなお姉ちゃんも悪かったってことでしょ。それより来月暇な日教えてよ。一緒に私の可愛いウェディングドレス選ぼう。もうこれ以上私を巻き込まないで。絶対に行かないから。なんで？お姉ちゃんが選んだドレスじゃないと着たくない。私には選ぶセンスがないって知ってるでしょ。可愛い妹に似合うドレス選んでよ。絶対嫌。私も嫌。せっかくネズミランドを貸し切って結婚式するのに、可愛いドレスじゃないとやりたくないよ。え？ミユ、ネズミランドで結婚式するの？うん、だって小さい頃からの夢だったもん。貸し切りで結婚式あげるんだ。そんなお金どこにあるの？え？お金？ネズミランドの貸し切りでしょ。あんた、いくらするか分かってる？値段とかは分からないけど、それはユウトさんが払ってくれるから問題ないでしょ。え？ユウトさんは大企業勤めなんだよ。それに男だし、結婚式の費用は全部ユウトさん持ちに決まってるじゃん。それユウトも認めてるの？認めてるって。結婚式は新婦のやりたいようにするものでしょ。新郎の役割はそのお支払いじゃん。ミユ、あんた本当に分かってる？ユウトに結婚式費用なんて出せるわけないじゃん。え？平均年収の半分も稼いでないんだよ。そんな男が豪勢な結婚式費用を負担できるわけないじゃない。え？ちょっと待って。え？ユウトさんは大企業勤めなんだよ。お給料がそんなに低いわけないじゃん。ユウトは確かに大企業勤めっていうか委託業務を受けてる、ただの派遣だよ。たまたま今は大企業に派遣されてるだけだから。え？どこで勘違いしたかは知らないけど、ユウトは正社員じゃなくてただの派遣。しかも週3日しか働いてないから年収も平均の半分もいかないよ。週 3？ 嘘でしょ。なんで？ユウトから何も聞いてないの？彼俳優目指してるから最低限だけ働いて、あとは劇団で稽古ばっかり。顔がいいのも俳優志望だからだよ。劇団に所属してるってのも聞いてたけど、社会人サークルみたいなものだと思ってた。そんなにガチな人だって知らなかった。私から奪うのに必死でいろいろ見落としすぎじゃない？姉から略奪してまで結婚するんでしょ。しっかりしなよ。だってお姉ちゃんの婚約者だもん。身元も仕事もしっかりしてる人だって思うじゃん。え？私のせいなの？貯金ってあるのかな。それにいい年して俳優目指してるくらいだもんね。本当は実家はかなり裕福なお坊ちゃまとか。ご両親は公務員って聞いたよ。俳優になりたいって宣言したら絶縁されたって言ってたな。え？そうなの？だから結婚しても彼側のご両親や親族は来ないと思うよ。友達だけは多いから劇団仲間の人とかは来るんじゃないかな。みんな個性豊かな人たちだよ。何それ、そんなの全然理想の結婚式じゃない。お金もないとか信じらんない。お姉ちゃんの婚約者だから間違いないと思ってたのに。知らないよそんなの。お姉ちゃんに騙された。責任取ってよ。責任？結婚式費はお姉ちゃんが負担して、ゆうとさんが払えないならお姉ちゃんが払うしかないよね。私が？意味がわからないんだけど。お姉ちゃんが変な男を婚約者にするから私がこんな目に遭ってるんだよ。お金くらい援助してよ。いやいや、奪ったあんたの自業自得だよね。ゆうとが気に入らないなら別れたら？だって
って、お金以外はイケメンだし優しいし。じゃあ結婚したら？理想の結婚式じゃないと言う。ほんと小さい頃からわがままだよね。お金がないなら結婚式あげなければいいじゃない。私もユウトと結婚式あげないつもりだったし。それも嫌。もう会社の人にも友達にも結婚式あげるって自慢しちゃったの。え？今さら結婚式あげないなんて恥ずかしくて言えないよ。お願いお姉ちゃん、結婚式費用出してくれない？可愛い妹の結婚式なんだよ。姉の婚約者を奪った憎い妹の結婚式の間違いだよ。あんたたちとは縁を切るんだから、どうなろうと知りませんから。そんな。それとユウトにも伝えておいて、今まで生活費として貸していた50万を返すようにって。50万？生活費が足りないからってよく私にお金借りてきてたんだよね。念のため貸し付けの記録つけておいてよかった。ちょっと待って、ユウトさんって生活費も支払えないくらい貧乏なの？ギリギリ生活できるくらいには稼いでるけど、劇団の衣装代とかチケットのノルマ代とかで赤字だったんだよね。だからいつも私が貸してたの。今度からはミウが貸してあげてね。だって二人は結婚するんだもんね。嘘でしょ。そんなの無理。男のくせに生活費を女からもらってるとかありえない。私そんな人の結婚なんて嫌。じゃあ婚約破談すればいいじゃない。その代わり会社の人にも友達にも婚約破談のこと伝えないといけないけどね。それも嫌。ねえ、特別許してあげるからさ、これからもユウトさんに援助してあげよう。はい？可愛い妹が貧乏生活を送ることになってもいいの？嫌でしょ。だからユウトさんが赤字になった時は今まで通りお金貸してあげてよ。絶縁した人の旦那にお金貸す意味がわからないから。絶縁なんてしないでいいからお願い。私お姉ちゃんの真似しないと生きていけないのよ。それじゃあもう二度と連絡してこないで。お母さんたちにもユウトにも絶縁のことは伝えておいてね。すぐに妹ミユの LINE や家族の連絡先は全て消しました。仕事も住所も変えたので、あれっきり家族の誰とも連絡を取っていません。噂によるとミユはプライドが邪魔をしたのか、婚約破棄することもできず、ことぶき退社ということで会社を退職。友達にも本当のことを言えず、みんなと疎遠になっているようです。そしてユウトは実家に住み着き、家族全員でユウトの赤字をバックアップしているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。